どうも、はじっこ TV チャンネルのゆきです。さあ、本日の都市伝説なんですけども、最強のパワースポット兼心霊スポットと呼ばれている平野正門の首塚。今回はそんな平野正門の首塚について触れていきたいと思います。日本の三大怨霊の一角を担う平野正門。一番有名な伝説は、平安京で晒された正門の首が何ヶ月経っても目を見開き、ある夜突然宙を舞い関東の方に飛び去ったという伝説があります。そしてこの伝説の名残と言われているのが、東京都千代田区にある平野正門の首塚。そこにはいくつかの曰くが存在しています。その一つが、終戦後1945年に GHQ が焼け野原となっていた正門の首塚周辺に駐車場を作る計画を立てます。しかしそこで工事を行っていたブルドーザーがバランスを崩し転落してしまうという事故が発生し、この計画は白紙になります。それ以降、この正門の首塚というのは、触れてはいけない場所というふうになって、今もその場所に存在しております。さらにこの首塚周辺のオフィスでは、この首塚に背を向けて座ったり仕事をすることを禁じているというふうにも言われております。というのも、この首塚に対して背を向けて座ったり仕事をしたりすると、急病になったり最悪の場合命を落とすというふうに言われております。ただ、この正門の首塚、ものすごいね、その力を持っているというのは本当らしくて、正門の勝負運にあやかりたいという人たちが、こぞって訪れるというパワースポットにもなっております。人の怨霊っていうのが、そこまでの力を、しかもこの正門に関してはね、何千年前のものが現在にまで受け継がれているというふうに言われております。信じるか信じないかはあなた次第です。これすごいですよね。ちょっと前に、日本の三大怨霊っていうところで、その平野正門についてもね、詳しく触れてますので、よろしければね、そちらもご覧ください。こういう都市伝説もね、ガンガンやっていきますので、応援よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。